青ヶは、青森県青森市新町の青森駅東口前に立地する複合施設である。正式名称は、フェスティバルシティ青ヶ、フェスティバルシティ青ヶ。青森駅前第2地区第1所市街地、再開発事業によって、総事業費 184.6 億円をかけて建設され、2001年、平成13年1月開業。正面は鶏をイメージしている。連結した再開発ビル、地下1階、地上9階と駐車場棟、地上8階が主要な建築物である。再開発ビルの地下1階は、従前に当地にあった、駅前市場、市場団地の各店舗等が入居した新鮮市になっており、1階から4階までが青森市役所駅前庁舎、5階から6階が青森市男女共同参画プラザカダール、6階から9階が青森市民図書館、9階は書庫となっている。空洞化した中心市街地に賑わいをもたらすコンパクトシティ構想の施設の一つであり、2007年には路面電車を活用している富山市とともに全国で初めて改正中心市街地活性化法の認定を受けなどコンパクトシティの象徴として位置づけられ、全国から自治体や商店街関係者の視察が相次いだ。しかし、一時は駅前への来客数を増加させ、再開発の成功例と見られたものの、新町商店街、初年度から売上は赤字を計上しており、2015年度決算において大幅な債務超過となり、事実上の営破綻状態に陥ったことが判明、経営の問題が深刻化しており、後述、責任を取って当時の鹿内博市長が辞任する事態に発展した。2016年には運営母体が事実上の経営破綻となり、箱物行政の典型的な失敗プロセスを経ることになった。ビルの運営立て直しのため、2017年、平成29年2月28日までに1階から4階までの商業スペースに入居していた36店舗は営業を終了した。跡地には2017年、平成29年10月30日から2018年、平成30年1月4日までに青森市役所の内市民の来訪が多い部署を順次移した。2018年、平成30年1月4日時点、青ヶはアトラクション、引きつける力、アップビット、上昇、陽気、ガスト、心からの喜び、アミューズメント、娯楽、楽しみの4つの英単語の頭文字から付けられ、いつも笑顔と喜びに溢れ、多くの人々が引きつけられる魅力的な場所をイメージしている。また、日本語の、会う、au、嬉しい、嬉しい、元気、元気、温かい、温かいの頭文字や、津軽弁の、会うが、標準語で、会おうよも含まれている。男女共同参画プラザ、カダールは、市民からの公募で決定。津軽弁の、仲間になるという意味の、カダルと、共に語り合うという意味が込められており、男女が共に参画し、語り合う場である、男女共同参画プラザの目的をわかりやすく、表した親しみの持てる名称である。1977年、青森商工会議所が、青森地域商業近代化実施計画を策定したことから始まる。1980年代後半には、ダックシティ、現、桜屋百貨店、その後、西武百貨店、現、そごう、西武が資本参加していた、松木屋の老朽化に伴う移転改装も兼ねて、キーテナントとして開業する予定だったが、ダックシティの親会社である、マイカル、現、イオンリテールは、出店断念、西武百貨店は、出店を辞退した。2015年度決算において、青ヶは減損会計適用の影響も受けて、約23億8500万円の債務超過に陥っていることが判明しており、事実上の経営破綻状況にある。開業当年である2001年の売上は、計画を大きく下回る、約23億円で、約2億5、0円の最終赤字を計上している。2008年5月には、すでに、青ヶを運営する、第3セクターの、青森駅前再開発ビルが多額の債務を抱え厳しい状況に陥っていることが判明。店舗の売上が予想に反して伸びなかったのが原因で、筆頭株主である青森氏は23億円ある債務を8億円で買い取る案を金融機関に下げ、当初金融機関は事実上の債権放棄になるため難色を示していたが、最終的には買い取り案を受け入れた。2012年度上半期、4月から9月は通常、ベースで初の黒字525万円を計上したものの、2013年度上半期は501万円の赤字に転落、2015年度の売上高は約14億円まで減少し、同年度の決算では減損会計を適用して、資産の価値評価を切り下げた結果、約27億円の最終赤字を計上することになった。青森駅前再開発ビルの法的整理については、鹿内市長就任中は、修繕積立金の一部を当面の経営支援に充てる条例案が市議会で否決されるなど、具体的な解決策を決めることができなかった。市長選挙を経て、小野寺昭彦が市長に就任してからは、2017年2月に商業テナントを閉鎖、同年3月の青森駅前再開発ビル解散が決定し、青森市は約17億円の債権放棄を行う。アウガノバーゲンのフレーズが青森県内の CM で流れる。イメージキャラクターは猫のニャン？手書き風のタッチで癒し系のキャラクターである。CM 内では何度も声優が変わっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。